武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福井大学の世界史の勉強について話していきたいと思います。こちら時間が100分で題目が2題出題されており、まあ、問題の構成は記述と論述ですね、が出ております。で、論述に関しては、まあ、100字、やから200字程度字数が指定されるものと、まあ、数行程度の論述が出る形があり、かなりその論述の数は、多めになっております。で、記述問題に関してはまあ、割とそのセンター程度の知識、基礎レベルでも、まあ、記述さえできれば十分、答えられるようなものが、中心となっています。ただ、大問が2題ということもあり、時代の予測がしづらいという点がちょっと、大変で、年度によっては本当に近現代の内容が結構がっつり出たような年もあるので、苦手範囲があって、そこにぶち当たると、その瞬間、まあ、半分がその出題になるので、題目2つしかないのでですね、苦手分野があるとちょっと、危険なので、まあ、前半の基礎のやり直しと論述練習をしっかりやっておきましょう。論述自体は、まあ論述の練習さえちゃんとやっておけば十分対応できる、まあ、そこまで何書いてあるかわからないようなものではないので、分かる解ける書ける世界史論述、などで対策をしていくと、いいかとは思います。で、まあ基本的にはその大まかな通詞の見直しですね、全体的な流れをしっかり押さえておいて、大問が集中的に一つの問題が問題数が多い分ですね、ある程度広さが縦の流れ横の流れが要求されることも多くはなってきますので、一問一答的なその知識単発のつながりだけではダメで、ちゃんと流れを意識しないといけないので、まあ、ノートでまとめるだったり、教科書などの読み直し、講義系参考書のやり直し、などちゃんとやって、全体像という部分、で、あとは、その、なんていうか、大まかな時代単位での大体の流れっていう部分をしっかり押さえて、論述、記述、どちらにも対応できるように心がけましょう。以上が世界史の勉強となります。